わーい、どうも、パルポンです。今回やるゲームはおじさんの金の玉だからねっていうゲームです。いやー、もうこれはもうたまらんですね。たまなだけに、もうこの画像を見るとなんかもうおじさんのあれですよね、あの金の玉がある場所からなんか出てますよね。で、大事に加えるんだよ、なんか恋に金の玉を加えさせる。もうね、まあ自分もね、あの金の玉2つ持ってるんですけども、それのことなのかな。本当にもうそういう目でしか見れなくなってしまう、このゲーム。もう、まあ、なんか遊び方書いてあるんですけど、おじさんを横にスワイプして卵を投げる位置を決めよう、指を離せば卵を投げるぞ、卵がタイの口に入ればクリア、なんかこういうゲームになってます。もうやったことないんで、本当にもうどんなゲームか全くわかりません。とりあえずやってみましょうかね。始めたいと思います。おじさんの金の玉だから、どういうタイトルだ、本当にもう。はい、スタートします。お、何これ、あ、ステージ1からっていうこと。どういう、どうする、どう操作するんだろう。おじさん、あんで指を離す、超えた、ね、金の玉超えて金色になってるし、あー、じゃあどういうこと、転がして転がして本当にこれだけ。お、なんかちょっと、あ、これパズルゲームだな。つうことはこういって、こいつこのまま加えさせればいいんじゃないの。あ、ダメか、あー、ダメなんだ。じゃあやっぱこれを利用して、ほら、あー、加えた加えた、ゴールデン。わー、なるほどね、パズルゲームだ。これでいいの、あー、てってれってれーとかって、もうちょっとこっち側から、こうすると、あー、違うな、こっち側とか、ほらほらほら、あー、もうちょっと転がされて、ここの位置、ここで移動だ。あ、ダメですね、この真ん中の位置。あ、いった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 、おー、ん、なんかこれはどういうことだ。あの鳥関係あるのかな。鳥、え、どうすんの、どうすんの、どうすんの、おい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 、鳥に金の玉乗って微動だにしないんだけど、これはハマりだな。やり直しできるのかな、これが。鳥の首の方、いや違うな、あー、てってれってれーにならないんだ。どうすればいいんだ。あ、鳥が邪魔っつうことか。いやー、ちょっとむずいな。これなんだろう。はい。そういう動きをするってこと？飛ぶ？あ、さっきと一緒だ。これをこう転がしてって飛んで、うわ、ごめー、威力が足りない。やり直し。どうすればいいの？ちょっとだけこっち。どうだ、さっきより威力強いぞ。ほい、もうちょっとだね。さっきよりもちょっとこっち。さあどうだ。変わんねえような気すんだ。あ、いった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 。はあ。これは、これこのままここにやって落ちないかな。あ、ちゃうんだよ。あ、そっか。
こっちにやるとどうしてもこっちに回るからダメだ。こっちにやるとこう、そう、左の棒のところに行くと絶対左に落ちてしまうんだな。じゃあやっぱこれ使わないとダメなんだ。どうで、おおお、いったいった、よっしゃー。この赤いのなんだ、気になるな、色が違うけど。うわ、飛びすぎだよこれはもう初見殺し。もうここしかねえじゃん。こうやって、はーい、まだ初見殺しあるよ。これさっきと一緒でいいんじゃないの。おじさんの金庫ここで飛ばして、あー、はぁ、もうちょっとこっちかな、どうだ、あ、そっち行ったら飛んでくんだよ。じゃあもうちょっとこっち、ほい、あ、そっち行ったらダメ、もうちょっとこっち側かな、あ、行き過ぎか、もうちょっとこっち側はダメや、これあっちに飛んでくな、どうしても。あっちに飛んでって、あ、こっちのやつを鳥のど真ん中に当てれば下に落ちる、そういうことなの。これでどう、あ、ダメだね、これはどうすればいいかな。アウトってなんだろう。ダメだって。そういうこと。ああ、インに入らない。インに入ったら多分アウトに出てくるんだよね。もうちょっとこっちかな。これ転がってイン入れ。あ、入らない。じゃあちょっともうちょっとこっち。いや、ほかいい。こっち。ダメや、乗るわ。はい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 、火入るよ、入れー。おー、何回でもできるかもしれない。あー、なんで入んないの。もうちょっと左に寄ってってみる。あ、入った。おー、ちょっとちょっとちょっと、なんでやねん。もうちょっとこっち、どう、どうぞ、はい、火に入って加えろ、よし。ぬ、なにこれ、いろんなギミックが出てくるな。これどうすんの、パチンコみたいな。はあ、しかもそれ落ちて、え、むずいぞ。当たらないように、もうちょっとこっち、あ、ダメか、真上で落としてしまえ、あ、ダメなんだ。いやー、え、わかったわかったわかった。もうちょっとこっちだ。あれ？じゃあもうちょっとこっちだ。あれ？違うわ。あ、むずいね。むずいね。このままここに当てて、あ、もうちょっと、こっち側ならいいかな。ほいよ。あっと、ここにぶつかるんだ。じゃあ逆の、こっち側。どう？あ、にゃ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 、惜しいね。でも今の強いんだ。だからもうちょっとこっち側。これでどうだ？ほい。あ、いいねいいね。いやー。ほー。うん、面白いんじゃないこのゲーム、なかなか。クリアしたら途中で CM とか入ったり、広告とか入ったり しないしね。サクサク進めれるわ。とりあえずこの上から飛ばして、あ、そっち、あ、飛んでもいいんか。いや、なるほどなるほど、こっちからじゃあどうだ、ピョン、ほら入ったーい。
は、あ、なんか新しいギミックがまた。とりあえずこれ何か。何今の。わあ、上下してる。これタイミングゲーだ。タイミングゲーだ。上に行ってる時に下に行って、なるほどなるほど。おっしゃ、入ったー。うーわー、あー、これむずい、これむずい。なんか運で入れたんじゃない。何このおじさんのにっこりマークみたいなになってるけど、真上に試し飛ばしてみる。ほうほうほう、これも落ちる。はあ。そのまま。落ちない。これはもうパチンコの店員さんに言うしかないね。この状態。ん？あ、これ使ってどう？あー、これも一緒か。じゃあ、こっからゆっくり落としてって。なるほど。あーっと、よいしょ。そこまで難しくなかったかも。これは、この辺から、ギュンと、ほい、で、あ、落ちるんかい。一発で。そういう道や。で、これは？うわ、落ちてったわ。あー、惜しい惜しい惜しい。もうちょっとこっち側。あ、違う違う。こっち側。おい、いいよいいよいいよ。さあ、あ、今度インか。あ、違う。あ、え？でもなんか近いような気するんだけど。入っちゃったやん。インアウト。本当のクリアの想定と違うような気がするけど。これは真ん中行ってみよう。ほら、そういうことなんだよね。きっと回るから。あ、そっち行っちゃった。あんちゃん、こっち側行かせればいいんじゃないの。のー、転がってー、はまってる。こっち側の鳥使ってみるか。おーい、乗っただけ。この辺どう？どう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 ？あ、入っちゃう。これもパチンコっていうのがあるぞ。いやー、これインアウト使うから、アウト、これでも上に上がった時にどう、このままいけー。あれ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 、はい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 、あ、左行ってない、行ってない、はい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 、ほら行ってるよ行ってる行ってるよ。あ、元に戻ってる。ずっとこのままだね。はいはいはい。あー、落ちていってるけど、あれれれれれれ、そっち行ってそっちにドーン。でまたインに入ってドーンで、そっちに落ちてて、てれてれ。いける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 、落ちろ、ちょ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 だー。どう、結局そういうことだ。てってれってれ、はい、来た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 よ来たよ、来てねーよ。そう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 、ほらほらほら、落ちてって、ちょちょちょー。結局そうなんか、こっち側か狙うとした。
降りた時に愛沢駅がもうちょっとこっち側だ。まずこうやって上がるから降りる時に、あー、上がる時どう、このタイミング、お、いいねいいね、おー、やっとクリアした。こっちだな、これは。あれ、はい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 、あー、クリアしたね。まあこんな感じのゲームですね。すんげえもう燃えた、面白かった、このゲーム面白かった、すごい良かったと思います。まあ、パズルゲームでしたね。最初どんなゲームかなと思ったんですけども、まあ、金の玉っていうのが、まあ、あの、どんなんの玉を使ってんのかっていうのはちょっと謎な感じでしたけれども、で、なんで金加え、あの、金の玉加えたら、あの、鯛だっけ、この魚が金色になるんだが、で、ゴールデンってね、本当にちょっと訳がわからん感じが多かったですけれども、ゲーム性としてはものすごい面白かったです。まあ、あの、この動画が、あの、面白いと思ったら、またチャンネル登録とかしていただけると大変嬉しいです。じゃあ今日も動画見ていただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら、にゃん。